先ほどからスタンプ細胞はこの問題は、まあ、基本的に ES が混入したということでほぼ、まあ、説明がつくということで、まあ、虚構だったということなんですけど、それをこの理研という日本の、まあ、をリードする研究組織がやってしまったという、この最大の責任者は誰なんですか。ですから、研究現場ですから、これは自律的な発想に基づく研究ですから、一つにやっぱり研究者たちに大きな責任があると思います。最大の責任者は研究者だと。そうです。大岡さんです。いや、大岡さんはもちろん責任重大です。しかしそれを防ぐことができなかったチームですね、チームとしての何度も申し上げておりますように検証ができなかったということにやっぱり大きな問題があろうと思います。これは桂委員会でも指摘されておりますけれども、私どももそういうふうに理解しております。なかなか難しいのはですね、これは大方さんがユニットリーダーとして着任されてから投稿された論文ではありますけれども、それ以前に作成された図版であるとかデータとかいうのがたくさんあるというふうに聞いております。立案はハーバード大学でされております。でそれを手伝うはずの和歌山さんがむしろそこでこの虚構をやっぱり拡大したというようなところがあろうかと思います。そのを笹井さんが腕の立つライターですから、そしてこれを社会に出してしまったということがあろうかと思います。で問題はそこの従ってその役割分担がいろいろあるわけですけれども、そういう人たちがチームとしてですね、一つのテーブルについて何回か議論をすればおそらく防げたんじゃないかというふうに思っております。その議論をでもできなかったわけですね、はい、それは組織の問題ではないんでしょうか。そのチームの問題ですね。でもそれをチームを束ねて利権というものを動かしているのは組織じゃないですか。研究のやり方っていうのはそれぞれ、分野によって課題によっていろいろ違いますし、それから研究は人の営みですから、その研究者の個性にもよると思います。それですと全てチームでやればいいというところになるんじゃないでしょうか。その上にの束ねる組織というものは何のためにあるんでしょうか。いや、ですから、そういった公開あるいは中立性を旨とする学術研究であるとか、あるいは基礎科学研究っていうのは研究者の自立性っていうのをできる限り最大限保障しなきゃいけないわけですよね。で大学で言えば学科長であるとか学部長といえどもですね、君それその論文は書いちゃいけないよ、出しちゃいけないよということは言えないわけです。じゃあ彼らの責務はどうかというと、健全な自由闊達な議論ができるような研究の場を作っていくと、こういうことだろうと思います。でもこの事件を起こしたということは、そのもちろん活発にやっていただきたいんですけれども、それを誰かが統括してそういうことが起きないような仕組みですとか、はい、組織的なチェックをやるというのが本来のまさにトップの役割だったんじゃないでしょうか。で今までそれ、何度も繰り返しになりますけれども、いろんな規定を作ったりあるいは倫理教育をやってきたわけです。しかしそれが不十分だったわけですね、今回ね。その不十分なのは普通は組織のトップの責任だと思うんです。組
それを現場は作れないの？いや、ですから、そこに私どもの組織として。